シチュエーションリーダーシップ理論、または状況対応型リーダーシップ理論、または SL 理論は、ポール・ハーシーとケンブランチャードによって作成された理論で組織が機能的に行動するための管理方法に取り組んでいる、再開発された。この理論は1969年、彼らによってリーダーシップのライフサイクル理論、ライフサイクルセオリー・オブ・リーダーシップとして、 初めて導入された後、1970年代半ばに状況対応型リーダーシップ理論失地シャネル、リーダーシップセオリーに解明された。国内では SL 理論としての故障が多い。この SL 理論は、1960年代のオハイオ州立大学で行われた研究に橋を発し、ハーズバーグの二要因理論に関連するグループの一つとして開発された。 1967年、フレッド・フィードラーは、実際の調査データをもとに、リーダーシップの有効性を示すモデルとして、業務への関心度と、人間への関心度の二軸からリーダーシップを評価する、条件適合理論を明らかにした。ハーシーとブランチャードはこの条件適合理論を受け、二要因理論と、条件適合理論の二つの概念を説明するために、SL 理論を打ち出した。また、 SL 理論にはロバート・アール・ブレイクと j ムニュートンの管理グリッド理論とビル・レッディンの 3D セオリーが関連する理論として含まれている。ハーシーとブランチャードはリーダーがフォロワーに与える業務への関心度と人間への関心度の量の観点からリーダーシップスタイルの特徴付けを行った。彼らはすべてのリーダーシップスタイルを4つの行動スタイルに分類し、 S1 から S4 と命名した。なお、これらのスタイルのうち3つのスタイルのタイトルは理論のバージョンによって異なる。なお、すべてのリーダーが常に使用するのに最適と考えられるスタイルはない。効果的なリーダーは柔軟かつ状況に応じて適応する必要がある。適切なリーダーシップのスタイルは導かれる個人、またはグループによって異なる。 ブランチャードの状況対応型リーダーシップ理論は M1 から M4 までの4つのレベルの成熟度を特定した。成熟度レベルもタスク固有のものであり、人は一般にスキルがあり、自信があり、仕事にやる気があるかもしれないが、持っていないスキルを必要とするタスクを実行するように求められた場合、成熟度レベルはまだ M1 の状態であるとしている。その後ブランチャードは 状況対応型リーダーシップ理論2で未熟という考え方は不名誉に当たるため開発レベルとしてラベルを付け直し旧来のバージョンを M1 から M4 とし後継の D1 から D4 を示している。リーダーシップスタイル JP ありがとうございます。